角川が運営する文化複合施設、所沢桜タウン株式会社角川は、出版事業、映像事業、ゲーム事業、ウェブサービス事業、ライツ MD 事業などを行う日本の企業。初代、角川は、1954年に設立された、株式会社、角川書店が2013年に角川、グループホールディングスから、社名変更して発足され、 2019年に出版物の製造、物流市会社を束ねる中間持ち株会社、株式会社、角川フューチャーパブリッシングとなった。二代目角川は2014年に設立された株式会社角川ドワンゴが2019年に初代角川の事業を継承及び角川から社名変更して発足された。両社とも1945年に創設された。 角川書店を創業とする企業である。1945年、国文学者の角川源吉により、角川書店として創業。出版第1号は、佐藤沙太郎歌集、歩道。角川の法王のマークは、1946年創刊のアスカ新書で使用したことに始まる。1949年創刊の角川文庫と1952年発刊の、 昭和文学全集が成功し、文芸出版社として基礎を確立する。1956年、角川国語辞典を観光し、辞典分野に進出。1957年には高等学校の国語教科書に参入。1972年に藤見書房を設立。原由主時代の角川では、漫画と女性の裸とスキャンダルはやってはいけないという掟が存在した。 1975年に角川春樹が社長就任後、角川文庫文芸路線から横溝静止をはじめとする一般大衆向けに路線転換し、翌年には犬神家の一族で映画制作に進出。1979年に角川レコードを設立し、音楽産業へ参入。自社発行書籍を原作として映画を制作し、 テレビコマーシャルを利用して大々的に宣伝し、原作書籍と自社グループ制作の映画、音楽を販売する出版と映像と音楽のメディアミックスを成功させ、日本映画界に角川映画旋風を巻き起こした。1982年にテレビ情報誌のザテレビジョン創刊以降、ゲームソフト情報誌、コンプティークやアニメ情報誌、ニュータイプ、ビデオ情報誌、ビデオデータ、 都市情報誌、東京ウォーカーなどの各種メディア対応の情報誌を立て続けに創刊。1983年に映画、現場大戦でアニメ制作に参入。1984年角川ビデオを設立し、ビデオグラムの制作に参入。1988年にフジ見ファンタジア文庫と角川スニーカー文庫を創刊し、ライトノベルというジャンルが確立されて、以来、 電撃文庫、MF 文庫 J などを合わせて、ライトノベル市場の国内最大手となる。1993年の無責任館長タイラーから角川の発行書籍を原作としたテレビアニメが放送されるようになる。1985年に少女コミック誌アスカを創刊し、コミック出版に本格進出。 後発参入だった角川は、アニメやゲームといった近接ジャンルのプロや、同人誌卸売会からスカウトした、同人作家を漫画家、漫画原作者として起用することで先行する、出版社にはないタイプの作家や作品が生まれる。1993年にメディアワークスの代表を兼務する形で社長に就任した角川つ彦は、メガソフトウェアパブリッシャーを標榜し、 資本と経営の分離、M&A や業務提携、コンテンツのマルチメディア展開を行う。1995年にスーパーファミコンソフト、妖怪バスタールカの大冒険でゲームパブリッシャー事業に参入。2000年にはウェブ媒体と紙媒体が連動した情報サイト、ウォーカープラスを開設。2002年11月に大英の営業権を取得し、スタジオ運営事業に進出。 2003年4月に、角川書店は、角川書店、メディアワークス、SS コミュニケーションズ、角川大映映画、ビルディングブックセンターを統括する出版と、映像、ネット事業の持ち株会社、角川ホールディングスへ移行。同年9月に、ストック型フリーペーパー事業に参入。2004年1月に、映像ソフト販売会社、角川エンタテインメントを設立し、 それまで他社に委託していたビデオグラムの販売を自社販売に切り替えた。2005年3月に日本ヘラルド映画を子会社化したことで外国映画の輸入配給、映画の工業、吹き替え、字幕版制作に本格進出。2006年7月に角川グループの持ち株会社であることを社名に示すため、角川ホールディングスから角川グループホールディングスに社名変更。 2009年に角川グループ合同児童書レーベル、角川翼文庫を創刊し、2012年から児童文庫レーベルシェアナンバーワンとなる。2013年4月に角川グループホールディングスが角川グループパブリッシングと合併し、事業持ち株会社となる。これに伴い同年6月に角川グループホールディングスは角川へ社名変更。 2013年10月に連結し、会社旧社と合併し、ワンカンパニーになった角川は、角川玄吉が創業した角川書店と角川春樹が1976年に設立した角川春樹事務所角川嗣彦が創業したメディアワークス以外に旧セゾングループの SS コミュニケーションズ旧大英の営業権を継承した角川大英9、旧 ヘラルドグループの日本ヘラルド映画、西和彦らが創業した、アスキー、魔法の、アイランド、旧、リクルートグループのメディアファクトリー、中継出版、新人物往来者を出身母体とする企業となった。2014年10月、株式会社、ドワンゴと世界に、類のないコンテンツプラットフォームを確立することを目的して、統合会社、角川ドワンゴを設立。 2015年6月に角川漫画学習シリーズ日本の歴史を創刊し、学習漫画に参入。同年10月にウェブ小説のレーベル角川ブックスを創刊し、既存のユグックと呼ばれるネット上で発表された作品を書籍、電子書籍化して出版する小説の総称を新聞芸と名付け、新たなジャンルとして展開。2019年7月に初代、 角川はビルディングブックセンターと角川キープロセスの株式所有に関わる事業を除く全事業を角川に簡易吸収分割で承継させた。これに伴い初代角川は角川フューチャーパブリッシングへ角川は角川へ称号変更。関連会社の東配合図角川には8つのブランドがある。元々は それぞれ独立した株式会社で角川のブランドカンパニーであったが現在は角川の社内ブランドとなっている。映画の企画、制作、配給、外国映画の輸入、配給、アニメ企画、制作、ドラマの企画、制作、外国ドラマの輸入、映像配信権等の権利許諾、パッケージソフトの販売を行っている。日本映画の企画、制作、 配給、映像配信権等の許諾、映像パッケージの販売映像配信については、とある魔術の禁書目録シリーズなど角川から、ビデオグラム化されていない作品も含まれている。アニメ、映画音楽の制作と、音楽配信権の権利許諾、音楽 CD の販売、音楽著作権の管理を行っている。2020年10月にダンスチーム角川ドリームズを、 設立しダンディスヨグの D リーグに参戦。ゲームソフトウェア及びネットワークゲームの企画、開発、販売、権利許諾を行っている。ここでは近年、角川名義でゲーム事業を展開しているゲームを記載する。その他のものに関しては、角川書店ゲームソフト、アスキーメディアワークスゲームソフト、エンターブレイ主なコンピュータゲーム、士見処房主なゲーム、 メディアファクトリーコンピュータゲーム、角川ゲームス主なタイトル、フロムソフトウェアゲームソフトウェア、ドワンゴゲーム関連事業、ドワンゴ終了したサービス、スパイクチューンソフトタイトル一覧を参照。所沢桜タウン内にある角川武蔵野ミュージアム2021年3月末現在の、企業集団内の中核企業の連結司会社数は52社、持ち分法適用関連会社数は17社。 メディアファクトリーは製品の CM の最後に挿入されるサウンドロゴは以前のまま使用していたが2014年作品からは角川のサウンドロゴを使用している一部の変化はあるが基本デザインは角川書店時代のものを踏襲している販売業務提携を行っていた同胞者から取得会社情報事業所マップ角川 2019年6月30日閲覧。角川、夏の強氏が新社長に就任へ。角川は、同社の夏の強氏取締役が6月22日付で、代表取締役社長に就任すると発表した。同日に開催する、株主総会や取締役会の承認を経て、正式に決定する。ニュースリリース、2021年3月25日株式。 会社かは代表取締役及び役員の移動執行役員人事のお知らせ ABCDEFG 有価証券報告書第6期プロネクサス2019年6月21日閲覧四半期報告書プロネクサス2020年11月11日閲覧第66期決算広告かは2020年6月27日閲覧 ロゴの研究、角川グループホールディングス。株式会社 3K デジタル。2009年6月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年10月26日閲覧。教科書発行者、番号、153。日本のコンテンツ業界を振り返る。ゲーマーはもっと経営者を目指すべき。第12回は、角川代表取締役社長、佐藤達夫氏がゲスト。 w w w 4 g a m e r n e t 2 0 1 9年1月11日へ閲覧ライトノベル市場の実態と展望株式会社矢野経済研究所2017年10月16日へ閲覧常に日地を開拓せよ角川グループのコミック展開角川グループホールディングス2017年10月16日へ閲覧 自動書レーベルの文学賞第5回角川翼文庫小説賞受賞作品が決定2018年に10周年を迎える自動書ナンバーワンシェアレーベル角川2017年10月15日閲覧 ABC 当社完全子会社である株式会社角川グループパブリッシングの吸収合併に関するお知らせ 株式会社カドカは、2019年5月24日閲覧 ABC 連結子会社の吸収合併並びに称号及び定管の一部変更に関するお知らせ株式会社カドカは、2019年5月24日閲覧発売4ヶ月で110万部達成 PR タイムズ2017年10月16日閲覧カドナビスペシャルアーティクルカ,ドカは。 井上新一郎に聞く Web 発の新ジャンル新聞 A 角川2017年10月16日閲覧。会社分割に関するお知らせ。角川2018年7月4日閲覧。有価証券報告書。角川グループとドワンゴが、電子書籍や隠しコンテンツの配信に関して、業務提携。株式会社、角川グループホールディングスと株式会社ドワンゴの、 資本提携に関するお知らせ。株式会社角川2019年5月22日閲覧。角川グループの電子書籍プラットフォームブックウォーカーがニコニコ聖画との連携を開始。株式会社角川2019年5月22日閲覧。株式会社角川グループホールディングスと株式会社ドワンゴによる広告に関わる。 合弁事業展開の基本合意に関するお知らせ。株式会社、ドアンゴとの資本提携強化と業務提携の継続交流に関するお知らせ。株式会社カは2019年5月16日、閲覧。日テレが、ドアンゴ株式取得カは GHD は2株主に。IT メディアニュース、2019年5月16日、閲覧。AB。 角川グループホールディングス、子会社旧社を、吸収合併。インターネットウォッチ、2013年7月6日閲覧。角川、新選書レーベル、角川イープブ選書を10月10日に送還。週刊アスキー、2019年7月6日閲覧。ボカロ大好き少女に送る、新感覚コミック、ミルフィ本送還。PR タイムズ、2019年7月7日閲覧。 株式会社長文社の株式の取得のお知らせ株式会社角川2013年12月26日日本コカ・コーラ社コカ・コーラ社とのパートナーシップパートナーシップパートナーシップが実現スマホ向け無料週刊誌週刊ジョージア司刊。カド角川2019年7月7日閲覧株式会社リインフォースの設立についてのお知らせ角川の新ウェブコミックサービス コミックカッカー3月22日始動、指導。角川2019年7月7日閲覧。会社分割に関するお知らせ。株式会社角川2014年2月27日、人気タイトルだけを集めたメディアミックスコミック誌、電撃ジーズコミック4月30日誕生。角川2019年7月7日閲覧。株式会社、角川と株式会社。 ドワンゴとの統合契約書の締結、及び株式移転計画書の作成について、ドワンゴと、角川、経営統合を発表新会社、角川ドワンゴ10月設立。IT メディア、2014年5月14日閲覧。速報、角川が、フロムソフトウェアの株式を取得、子会社化することが判明。ファミツートコム2014年4月28日、角川、 所沢市と旧所沢城下センター跡地の基本協定書を締結、出版拠点法化美術館、図書館も併設2014年6月閲覧。あなたが好きなのはどのタイプ藤見エルブン湖総館。PR タイムズ2019年7月7日閲覧。雑誌読み放題サービス。D マガジンに新開発の雑誌専用ビューアーを提供。 角川2019年7月7日閲覧 KDDI とコラボレーション AU ユーザー向けアニメ配信サービスアニメパス開始角川2019年7月7日閲覧音楽レイベルモノクリエーション設立のお知らせ角川2019年7月7日閲覧雑誌ダビンチとニコニコが次に来る漫画大賞を創設 PR Times 2018年10月1日閲覧。角川書店の新しいエンタメ小説誌。文芸角川2014年12月3日。電子書籍で創刊 PR Times 2019年7月7日閲覧。IT 技術書出版ブランド、アスキード暗号立ち上げのお知らせ。株式会社ド暗号。2019年4月13日閲覧。BL コミックスレーベル。 フルールコミックス創刊、2作品を紙と電子で同時発売。アイティディア E ブックユーザー2019年7月7日閲覧。角川社内カンパニー制配し、角川書店、藤見書房、組織名から消えるアイティディア2015年4月16日角川が組織再編伝統の角川書店消滅日本経済新聞2015年4月16日。 クールジャパン機構、木の国や書店、パソナグループ、角川4社による、官民一体の、第三者割り当て増資が決定、女子向け小説の常識が変わるビジュアルライトノベルレーベル、ビーズログ文庫アリス4月15日創刊。PR タイムズ2019年7月7日閲覧。イットコミックス創刊記念。イットコミックスついに本日発売開始。 ラインナップ後タイトルをおさらい。電撃オンライン。2019年7月6日閲覧。任天堂 t e d 3DS 用オリジナルゲームが迷子をついてくる。小学生男児向けゲーム総合誌。電撃バズーカ。10月21日総刊。PR タイムズ。2019年7月7日閲覧。第2次世界大戦終結70年特別企画。激動の歴史を読む。 見る刻む。第二次世界大戦映画 DVD コレクション7月21日、創刊。PR タイムズ2019年7月7日閲覧。ページをめくれば、恋をする。あなたのために作った新4コマ紙、月刊コミック q 2015年8月27日、創刊。PR タイムズ2019年7月7日閲覧。w e b エースサイトオープン ヤングエースアップ新総刊。PR タイムズ2019年7月7日閲覧。角川の新聞庫、レーベル、ノベルゼロ、総刊。PR タイムズ2019年7月7日閲覧。雑誌社用の時代に12年の時を経て、再び週刊化へ。デジタル時代の新週刊誌、電子雑誌、週刊東京ウォーカー3月30日総刊。 PR Times 2019年7月7日閲覧。ピキシーフカ,ドカワによる、ウェブエッセイコミック誌、ピクシブエッセイ6月13日創刊。PR Times 2019年7月7日閲覧。バトルで学習。どっちが強い ?250 万部突破の大ベストセラー。日本の歴史姉妹版。カ,ドカワ漫画科学シリーズ創刊。 PR Times 2019年7月7日閲覧。角川がマレーシアで、法日旅行客向けの定期観光誌、ジャパンウォーカーマレーシアを創刊。PR Times 2019年7月7日閲覧。文庫化まで待てない。電子書籍の新レーベル、角川 ebook、角川イバークンフ2017年4月5日創刊。タブレットや旭山桜の苔玉他が当たる。 体と家計に優しいセットプレゼ。PR タイムズ2019年7月7日閲覧。編集者から読者へ物語の面白さを直接、お届け角川初の文芸情報サイト、角文オープン。PR タイムズ2019年7月7日閲覧。大人が読んでも面白い。角川漫画学習シリーズ、漫画人物伝6月21日創刊。 PR Times 2019年7月7日閲覧。雑誌、DVD& ブルーレイデータおよびウェブサイト、ムービーウォーカー事業が映画ウォーカーに2017年7月7日閲覧。ドラゴンエイジ増刊誌、別冊ドラゴンエイジボリューム1本日発売。ゲーマーズでは、創刊を記念したフェア展示会も開催。100円の漫画誌創刊ってマジデジタル増刊。 コミックビーム100は、電車の中で読み切れるコンパクトな漫画誌を目指す。PR タイムズ、2019年7月7日閲覧。角川無料漫画サイト、コミックカッカーと、ドアンゴ無料漫画アプリ、ニコニコ漫画連携プロジェクト指導。株式会社角川、2017年12月16日、閲覧。宮城インバウンド DMOK、OK、やドカワパソナ、宮城県南4市9町を中心とした。 国内外観光推進協定締結。株式会社、パソナグループ。2018年4月2日閲覧。異世界に召喚された、OL、制約に料理にと活躍。聖女の魔力は、万能です漫画版一巻。コミックナタリー。2019年7月7日閲覧。角川スキー事業の移管について。株式会社角川。2018年2月27日。 閲覧。ブックウォーカーが、トリスタを子会社化。PR タイムズ。2018年4月2日閲覧。会社概要。ジャパンガイドマーケティング。2019年1月12日閲覧。ライトノベル作品とつながるが、コンセプトの新しい暴れるブランドが登場。第1弾に、このスばサ下カのデート、ノゲノラ、リゼロ。 PR Times 2019年6月7日閲覧。ポイントマイルを貯めて、プレゼントをゲットしよう。角川初の公式アプリ、角川アプリ6月15日スタート。角川文国購入10冊相当につき1冊を、プレゼ。PR Times 2019年7月6日閲覧。世界のベストレストラン50創設者の一人が、新設した、世界規模の食のアワード。 ワールドレストランアワーズ2019でレストランインドアが今年の新店部門に PR タイムズ2019年4月19日閲覧初のフルカラーを採用受験生のニーズに応える圧倒的な使いやすさを実現した角川パーフェクト過去モンシリーズ創刊、PR タイムズ2019年7月6日閲覧外骨書店員のンによる 星とんでなど、新レーベル、ジーンラインコミックス10月15日ついに観光。PR タイムズ2019年7月6日閲覧。漫画の感想をツイートして、アマゾンギフト券20万円分をゲット。ブリッジコミックス11月8日創刊を記念して、ツイッター1での一言レビューを大募集。PR タイムズ2019年7月6日閲覧。ドアンゴ、カワ。 カラー、インクストエンター、遊びシステムの5社が、ベトゥーバー事業会社、株式会社リドウ、共同設立。株式会社ドアンゴ2018年12月21日閲覧。電撃が放つ、ウェブエンタメノベル。電撃の新聞へ第1弾4作品。1月17日、発売。次の面白い、ここにあります。PR タイムズ。2019年7月6日閲覧。 角川から新聞 A、レベル、ドラゴンノベルスが創刊。PR タイムズ、2019年7月6日閲覧。特別損失の形状及び、通期業績予想の修正、グループ経営体制刷新に伴う、会社分割の実施、孫会社の移動、並びに、代表取締役及び、取締役の移動に関する、お知らせ。プロネクサス。 2019年2月13日閲覧。株式会社角川組織変更のお知らせ。角川2019年4月1日閲覧。電撃文庫ニコニコが送る、完全オリジナル新作 PC、ブラウザーゲーム、エンゲージプリンセス本日4月1日より、サービス開始。株式会社ドアンゴ。2019年5月15日閲覧。子会社の固定資産の譲渡に関する、お知らせ。 プロネクサス。2019年7月12日閲覧。学ぶ稼ぐ、作るを応援する。角川ビジネスセミナー6月より、本格指導。PR タイムズ。2019年6月7日閲覧。手に取れる新しい物語角川初の、フィギュアブランド指導。角川。2019年6月7日閲覧。AB、会社分割の実施、称号変更及び、 定款一部変更、並びに、代表取締役及び、役員の移動に関する、お知らせ。プロネクサス。2019年5月16日閲覧。第65期決算広告。門川。2019年7月1日閲覧。株式会社、門川と、株式会社、門川フューチャーパブリッシングとの吸収分割に関する、事後開示書類。日本取引所グループ。 2019年7月12日閲覧。ブシロード、角川及びキネマシトラスとのアニメ制作における包括的業務提携を発表。ソーシャル、ゲームインフォ、2019年7月2日閲覧。角川、EJ アニメシアターが、池袋グランドシネマサンシャインと提携劇場と、作品が一体化した取り組み目指す。2020年1月25日閲覧。 角川クラフトトップページ。角川クラフトオフィシャルサイト。2020年1月25日閲覧。角川プロデュースの新たな拠点が熊本に誕生。九州アニメデッキ9月14日より、桜町熊本内に展開。PR タイムズ。2020年1月25日閲覧。会社分割にかかる分割契約締結に関するお知らせ。 トドネット、2019年9月6日閲覧。台湾かどかは、ガマニアと、共同で新会社、ガデン仲立ち設立。台北経済新聞、2020年1月25日閲覧。韓国実力派グループ、赤方思春期、ボルヨン日本オフィシャルファンクラブ、ローボリージャパン発足、運営。PR タイムズ、2020年1月25日、閲覧。 市聴定例記者会見。鎌倉市二2020年1月25日閲覧。角川公式ショップ。角川ストア。TV サービス開始いたしました。角川ストア。2020年1月25日閲覧。成田アニメロード。成田アニメデッキ2019年11月28日オープン。PR タイムズ。2020年1月25日閲覧。 角川と武シロードアニメ事業にてキネマシトラスト資本業務提携。PR タイムズ2020年1月25日閲覧。角川が送る子供向け実況チャンネルチャンネルクロス YouTube に正式オープン。PR タイムズ2020年1月25日閲覧。角川が送る朗読劇の世界朗読劇ブランドレッドピア誕生。 PR タイムズ二千二十年一月二十五日閲覧アニメコミックライトノベルゲームの海外ファン向けオンライン公式グッズストア EJ アニメストアオープン超アニメリアイード二千二十年三月二十八日閲覧角川誤解者ごっちゃごっちゃゲームズを設立スクール事業を承継オタク産業通信二千二十年六月二十六日閲覧 プロジェクツ、BCS、2020年1月25日閲覧。角川のアニメ、動画、バンダイチャンネル。2018年10月11日閲覧。角川、堀内大事執行役員映像事業局局長、ごったにが我らの力。2017年8月13日閲覧。角川アニメ公式さんツイッター、ツイッター .com。 2020年4月4日閲覧。メディアファクトリー映像の公式アカウント。2017年8月16日閲覧。スプラトゥーン2のサウンドトラックがオリコン。CD アルバム週間ランキング第4位を獲得。PR タイムズ。2018年9月19日閲覧。神様芝居本日配信開始。木村良平さん、岡本信彦さんら豪華キャスト陣による。 本気の劇中劇をフルボイスでお届け。PR タイムズ2020年1月25日閲覧。テナント情報。レインボービレッジ新宿文化ビル公式ウェブサイト。2020年1月26日閲覧。第2ターミナル本館2階に成田アニメロード成田アニメデッキがオープン。成田国際空港公式ウェブサイト。2020年1月26日閲覧。 店舗運営責任者複合型エンタメショップ成田アニメデッキ延転職2020年1月26日閲覧店舗案内九州アニメデッキ桜町熊本桜町熊本2020年1月26日閲覧 AB インターネット開示事項プロネクサス2021年6月2日閲覧担当編集者が原稿を改ざん角川の 新作小説が急遽発売中止、過去作も回収、絶版に、ハット角川編集者が原稿を無断改編、からくり同心経、発売中止に、信長特本間違いだらけ、岐阜市の教材、配布中止も、ありがとうございます。